中野区。中野区は東京都の特別区の一つで23区西部に区分される。人口約34万人。郵便番号上3桁は164.165。中野区は旧東多摩郡の東半にあたる。東京23区の西部にあり、地形的には武蔵野大地の一角に位置する。区内には東西に鉄道が数多く通っている。 また、渋谷区、新宿区、豊島区など、大繁華街を有する、区とも隣接しており、鉄道以外にもバスも渋谷駅、池袋駅から中野区内を結ぶ路線があるなど利便性も高い。産業は、江戸期には、畑作を中心とする、近郊農業と、製粉、味噌、醤油醸造など食品工業が整備され、江戸町民の旺盛な食料消費を支える立場に、あった。 明治中期以降、都心からの転居者などにより人口が増加する。特に1923年の関東大震災以降は浅草から寺院の荒井薬師周辺への引っ越しが始まり小京都のような佇まいである。そして住宅地下が急速に進み、戦前は東中の一丁目二丁目界隈は旧帝国軍人の町として地元でも知られていた。 昭和40年代までに農地はほとんど姿を消した。明治以降、工業化もある程度進んだが、企業城下町のような工業的発展はなく、密集した住宅地としての性格が強い。住宅と同様に、明治以降、都心から移転してきた寺が多く、また、区に隣接する落合斎場との相乗効果もあり、創倉関連の産業も見られる。 その他商業、企業のオフィス街としての発展は、第二次世界大戦以降それなりにあったが、中野区は東京都でも指折りの住宅密集地区であり、道路都市基盤が全般的に脆弱であるため、都心、副都心地域や都心隣接の下町地域のような商業地区化には至らなかった。中央線沿線地区を中心に専門学校が数多く存在する。また、 昭和30年代以降、多くの漫画家が住んだため、現在も漫画、アニメーション制作は、隣接する杉並区と並んで盛んである。近年、中野坂上地区の再開発により、超高層ビルも建つようになり、コンピュータソフトウェア関連の会社も進出してきている。二千十二年には、中野駅北口周辺、警察学校跡地における再開発地域、中野式の都市、 中の四季の町が町開きした。囲い町、中の新都心などと呼ばれることがある。人口密度は2479.15人、キロメートル、2015年4月1日推計で日本で第2位。なお、1位は東京都都島区22,569.41人、キロメートル、市では埼玉県わらび市13,986.69人。 キロメートルが最高。2012年4月1日現在、道路率は12.8%で23区中21位。京福院道路率は84.0%で23区中最下位と、道路都市基盤が脆弱なのが中野区の特徴である。また、一人当たりの公園面積率は2012年4月1日現在1.33%で、23区中22位で、 ある。大きな川はなく、公園や緑地が少ない区であり、結果として人口密度が高くなっている。区内全域にわたり、小建て住宅や集合住宅が密集して広がっている。低層建築物がほとんどを占めているが、主要道路に面した地域には、中層高層マンションが多い。いわゆる木地ベルト地帯の一角であり、賃貸住宅の比率が高く、 人口の流動性が高い。憲兵率が高く、林家との間隔が1メートル未満の場合であることも珍しくない。緊急車両の侵入が困難な境外道路が網の目のように存在する。近年では道路拡張などが行われ、耐震構造の住宅も増加しつつあるが、ほとんどが木造住宅であることから、大地震の際には火災危険度が非常に高いとされる。家賃が安く、 交通が便利なことから、20から30歳代の若年層の居住が極めて多く、18歳未満の子供の居住が少ない。中野ブロードウェイをはじめとする大型商業施設や中野サンモール商店街などが中野駅周辺に立地する。丸いは中野駅前が創業の地であり、現在も本社がある。その他、各所に個人経営が中心の商店街が存在する。 2005年に夜間人口、居住者は31万392人であるが、区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの区内残留人口の合計である昼間人口は28万5636人で、昼は夜の0.920倍の人口になる、東京都編集、東京都の昼間人口2005平成20年発行12万8129ページ国勢調査では、 年齢不詳の者が東京都だけで16万人いる。上のグラフには年齢不詳の者を含め昼夜間人口に関しては年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に誤差は生じる都心の区では夜に比べ昼の人口が極端に増えるが住宅地が多くオフィス街が少ない中野区では昼は人口が減少する。新宿区、渋谷区、杉並区、豊島区、 練馬区と接する、年代別人口構成が標段型であり、高齢者と若者が多く、若者は出入りが多い。来る者拒まず、去る者追わずという雰囲気の中、沖縄出身者やヌ民族の文化が融合した、祭りやコスプレアニメ文化などのサブカルを活かした街の賑わい喪失イベントが行われたり、ミャンマー人のコミュニティ、ゲイタウンなどを包含し、多様性にあふれた、 ダイバシティタウンである。中野区は練馬ナンバー、東京運輸支局を割り当てられている。中野区の出詐欺機関。2011年7月19日に、従来の地域センターから地域事務所及び区民活動センターに再編。区の行政機構の一部を分担し、地域の区役所的な機能を果たす。住民移動届の受付や証明書の発行。 福祉サービス等の受付、各種公金の収納などの窓口サービスを行う。以下の5カ所に設置。地域住民による地域自治の活動の拠点として、地域活動の支援や集会室の貸し出しなどを行う。運営は、自治会などを中心とした地域別の運営委員会の協議を踏まえて区が定めている。以下の15カ所に設置。中野区内の図書館のうち、 一般利用が可能な公立の施設は8カ所ある。ノーウィッキー、ノーウィッキー東日本旅客鉄道、JR 東日本。ノーウィッキー、ノーウィッキー西武鉄道。ノーウィッキー、ノーウィッキー東京地下鉄、東京メトロ。ノーウィッキー、ノーウィッキー東京都交通局。東京23区で唯一、区内に国道が通っていない。中野通りは、 区内を南北に貫く骨格となる道路であるものの、福音が15メートル程度となっており片側1、車線の区間も多い。なお、道路そのものは、計画福音20メートルの都市計画道路である。蓮ン寺下交差点、新大梅海道交,点から中野御佐路交差点、大久保通り交差点までは、概ね4車線、片側2車線だが、 車線の幅が狭い他駐停車の車両が多いため、渋滞することも多い。また、1999年9月頃までは、荒井交差点、早稲田通り交差点に右折専用レーンがなかったが、後に一部の交差点の拡張は行われているほか、中野駅北口周辺、中野後佐路交差点、杉山公園交差点、大梅街道交差点など、部分的な拡張事業が継続中である。 このほか、地平を走る複数の鉄道と交差しており、平ずの踏切問題も存在する。警視庁東京消防庁、第4消防方面本部上記のうち、中野消防署中野第一小隊、宮園第一小隊、東中野第一小隊は、東京ダマと東京医科大学病院チーム連携していたい出身者、居住歴、事業所のある人物を示す。 1960年代から1970年代にかけては多くの著名人が中野ブロードウェイマンションに居住していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。